上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。じゃあファミリーの冷やして食べるクリームクロワッサン、カスタードホイップ、同じ冷やして食べるシリーズ、冷やすになるのかなって疑問が毎回出てくるんです。これはどうなのかな。それでは、中身はクロワッサンというだけあっていい感じになってますね。この中にクリームが入ってます。コロネの絵本にクリームが見えてありますよね、やっぱり。では絶対割ると響きになるので、もうこのままいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。カスタードクリームは濃厚で美味しかったのですが、あ、カスタードホイップクリームか。そこが生地が冷やしておいたりしっとりしていて、クロワッサンではない別の何かになっているような、そんな気がしましたね。なのでクロワッサンとはちょっと違うかな。ただこれはこれ美味しくはありましたので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。